これが今回新たに配備された新型銃、メテオールショットです。メテオールショット？名前の通り、メテオール弾専用銃ですから、もちろん使用には許可が必要です。使用の際は、メモリーディスプレイをセットして、メテオールロックを解除する。このメテオールショットが従来の銃と根本的に異なるところは、照準の合わせ方と弾道の制御能力です。まずガイズメットに内蔵されたスキャナーで、直接大脳皮質の電気的活動を検出。発射された弾の弾道を制御して、狙ったターゲットを確実にヒットします。マジかよ。銃口の数が多いな。それは全然気にしないでください。アメイジングトリプルは役に立たない機能なんです。何です？アメイジングトリプル機能って。ガイズスペーシー。地球降下軌道上に宇宙怪獣を確認。レジストコード、ギガルーグ、侵入進路捕捉。シンクロドロン砲、スタンバイ。複数のターゲットを同時に狙える？はい、理論的には。メーカーの方がそんなことできたって、人間が一度にあっちゃこっちゃ狙えるわけねえだろ。はい、その通り。ということで、人間の空間認識能力では使えないんです。じゃあこれは、俺が使うことにしよう。聞いてたよな、今の話。お前、人間だよ。シンクロドローン砲、発射！ヒガルーグ、撃破。で、ジョージさん、本当に持ってっちゃったんですか？メテオールショット。有無を言わさずにね。ったく、強引マイウェイなやつだぜ。でも射撃演習ではジョージさんがダントツなわけですし。どうした？宇宙怪獣ディガルーグが日本上空に降下中。なんだ？ディガルーグはさっきガイズスペーシーが撃破したって連絡あったじゃねえか。降下予測地点桜木市中心部。急げ、市街地だ。なんだあれ。逃げろ。バカな。全く同じのが3体。今すぐできることは何だろう。何だろう。銀河の彼方、心の声が聞こえてる。初めは誰もいるなんて聞いてねえぞ。センサーを見てください。センサー？映っているディガルークは一体だけです。こちらも同じです。映ってるのは一体だけ。そいつが本物で、あとは虚像です。センサーに映ってるやつを狙ってください。 GIG ダメルガンランチャー、ビッグバルガン。どこ狙ってんだ未来？だからセンサーに映ってるやつを撃ったんです。こっちじゃねえだろ、センサーに映ってんの。僕のセンサーにはこっちが映ってるんです。それより二人ともビームが通り抜けたの見たでしょ。
命中してるはずなんです。ってことは残った1匹が本物ってことだろ。くそ、3体とも巨像なの？巨像に町が破壊できるわけねえだろ。一体どうなってんだ。もう俺だ。ローダーとウィンガーはディガルークから離れろ。下からアメージングトリプルで3匹同時に叩く。え、早くしろ。お前らがちょろちょろすると邪魔で狙えねえんだよ。ふざけんな。さっさとどけ。隊長、メテオールの使用許可を。焦るな、ジョージ。今状況分析中だ。テペ。わかりません。メテオールだもん、やつの体を通り抜けて街に落ちたら被害が出るし、とにかく3体の怪獣を同時に狙うなんて人間には不可能なんです。消えた。いい加減にしろよ、ジョージ。何勝手に作戦やってんだよ。じゃあお前に何か他に考えでもあったのかよ。そういう問題じゃねえだろ。姉さん、すみません。作戦立案は僕の責任です。なのに僕がテンパって状況分析に手間取ったから。お前は黙ってろ。ああ、おっかね。ジョージ、お前昔からカッとなったら自分一人でゴールに突っ走ってたんだってな。何も変わってねえじゃねえか。結局お前はスタンドプレイしかできねえのかよ。それでも俺はいつだって一人でゴールを決めてきた。お前にそれができるか、アミーゴ。俺の前をちょろちょろ飛んでるとは、いつ撃ち落とされても知らないからな。何？そうじゃないでしょ！なんでちゃんと話さないんですか？アメージングトリプルを使おうとしたのは、何か理由があってからでしょ？ちゃんと話をすれば、みんなにわかることじゃないんですか？どうして何も話してくれないんです？お前に俺の見ているものが見えるか？俺に見えるものは他の人間には見えない。だから話しても無駄なんだよ。ジョージの言ってることをなんとなくわかる気がするな。多分ジョージは普通の人間を超えた動体視力と空間認識能力を持つことで慣れてしまった。うん、慣れるしかなかったんだと思う。慣れるしかなかったって何にです？他人に理解されないことに。きっとずっとそうだったんだろうから。監督！監督待ってくれ！俺の話を聞いてくれ！No, I don't want to listen to you.
い、お前たち。ジョージは一人で突っ走って一人でゴールするしかなかったのよ。ジョージさんの言った通りだ。やっぱり三体同時に叩くしかなかったんだ。ジョージさんにはきっと何か見えてたんだ。俺にはジョージやマリナみたいに特別な能力はねえから分かんねえっす。人に理解されない孤独とかそういうのって。そんなのは特別なことじゃない。誰にだってあることだ。自分にとって当たり前のことが人には当たり前じゃないこと、自分にとってとても大切なものが人には全然つまらないものだったこと。リュウ、一度もそんなことなかったか？わからないのが当たり前なんだ。だから分かってもらいたくて一生懸命伝えようとする。ただジョージみたいにあんまり長いこと理解されないとちょっときついだろうな。ったく、己の性格考えて。せめてボクシングとか柔道とか一人でやれるスポーツにすればよかったんだよ。でもさ、もしかしたらジョージにとって君たちが生まれて初めてのチームになりかかってるのかもしれないじゃない。サゴミズだ。ディガルーグが出現しました。ディガルーグはエネルギー波の状態で暴走半島上空80キロの大気圏に存在、下降しながら北北西に進行中です。降下予測地点は青目山麓周辺。青目山麓には高エネルギー素粒子研究所があります。目的地はそこだ。させるか。待ってください。このまま行っても前回と同じです。テペ、あいつら3体に実体はないのか？いえ、奴らは3体で1つの実体を持ってるんです。つまりどのディガルーグも3分の1ずつ本物であるという確率論的な存在なんです。理屈を聞いてる暇はねえんだ。どうやったら直せる？3体を同時に叩くしかありません。方法は1つ。3体の形に装填したディガルーグが地上に降りた瞬間にアメージングトリプルで3体を同時に叩き、波動関数を収束、攻撃可能な1体に実体化させる。問題はアメージングトリプルが現実に成功するか否か。これはジョージさんにかけるしかない。未来、俺を3匹が現れる場所のど真ん中に下ろしてくれ。ヒーローの感じでな。わかりました。ディガルーグ、まもなく予測地点上空に達します。ワンウィンガー、準備完了。ガンローダー、準備完了。いつでも来な。ディガルーグ、装填員します。メテオール解禁。メテオールオーバードライブ。
前の戦いで見たのと同じ3分の1ずつ本物。姿はいくつあってもあの光は一つだ。すごい。てか基本な。波動関数収束します。ミッション2シフト、マニューバー。レッ、アディオス、ニガルグ。早く逃げてください。攻撃可能な遺体はこれまでの3倍の破壊力を持ってるんです。そういうことは先に言っとけ。うわ、ジョージ、ジョージさん。待たせたな。なんだよ、せっかく助けに来たのに。ごめん。一人で走るか。今日はやめとく。行けるぞ。お。今すぐできる。ここはな。Shut up!
ジョージさん、一つだけ教えてくれませんか。最初の市街戦でどうしてジョージさんは3体のディガルーグが3分の1ずつの実体を持ってるって分かったんです。あの時一体何が見えたんです。俺は3体のディガルーグを見た。それで？メテオールショットに銃口が3つあるのを思い出した。え？当然新しい銃の機能を試したくなるだろ。3体の怪獣を同時に撃てる機械なんてそうはないからな。ってことはもう見抜いてねえじゃねえか。だからてっぺ、あの時のお前の判断は間違ってなかったんだ。俺は見ただけで何も分かってたわけじゃない。ジョージさん、いんなよジョージ。あんたいい加減にしなさいよ。ちょっとちょっと聞いてんの。俺に言わせろ、俺に。よう任せろ。帰ったら大変ですよジョージさん。聞けジョージ。そういうのも楽しそうじゃない、なんかチームっぽくってさ。終わったと総監だつもりか。逃亡怪獣アストロン、進行方向には再怪獣研究所が。あっちが上司であっちが部下なんですね。サコミス隊長。次回総監の伝言。